Good afternoon, 47. Your destination is the annual Global Innovation Motor Race in Miami, Florida. After analyzing the data from Reynard's computer, the case is clear. The Providence defectors are Robert and Sierra Knox, head of robotics developer Kronstadt Industries. A visionary inventor and technological innovator, Robert Knox has spearheaded Kronstadt Industries to the bleeding edge of technological development. His equally brilliant daughter, Sierra, is not only a financial wizard, but also a fiercely competitive race car driver with a fiery temper to match. Kronstadt enjoys enormous popularity with global consumers. However, few are aware that the company is also one of the world's leading suppliers of next-gen military tech. Last year, despotic ruler Jin Po employed prototype Kronstadt drones against peaceful civilian protesters in the now infamous Tunyan Valley incident. And although it has yet to be proven, there is little doubt that the Knoxes personally brokered the deal, making them complicit in a war crime. It is unclear why the Knoxes would betray their masters, but likely the fear of being next on the Shadow Client's hit list has pressured them to cut a deal with the enemy. Undoubtedly, with Kronstadt Industries on their side, the militia will increase their attacks tenfold, and so our contract obligates us to retire Robert and Sierra Knox and contain the damage they may inflict on Providence. I will leave you to prepare. はい、皆さんこんばんは。それでは本日もヒットマン2プレイしていきましょう。さて今回はマイアミフィニッシュライン。ターゲットは戦争の兵器なんかも作ったりするエンジニアであるロバート・ノックスとその娘プロレーサーのシェラ・ノックスですね。この二人が暗殺のターゲットとなります。さて、じゃあプランニング確認していきましょう。入り口で、ボディチェックを受けますので銃なんかは持っていけません。なので銃を外していきましょう。そして、まあ、ワイヤーでもいいんだけど、一応何のためにロックピック持っていきましょうか。使うことはないかもしれません。ロックピックもコインもボディチェックで怪しまれません。なんかロックピック大丈夫なんですよね。で、入り口会場からですね、始めていきたいと思います。前回ね、パート1でもそうだったんですが、日本語で聞きたいっていうね、たくさんの要望をいただいたんですが、残念なことに、そもそも、今回日本語吹き替えないみたいです。英語音声で日本語字幕しかないようなので、残念ですが、あの声は聞けません。まあ、字幕が小さいよっていう声もあったので、字幕は今回少しいじっております。字幕の調整できたので、少し大きくしておきました。あんまり大きいと、今度画面の下の方が全部字幕で埋まっちゃうので、ちょうどいいサイズの字幕になってると思います。ちょっとこれでね、皆さん、見て楽しんでいただければと思います。Welcome to Miami 47. The innovation race is on its last day and it is down to the wire. Thousands of eager fans are gathered for the final laps of this unexpectedly close race.Sierra Knox is expertly piloting her red Kronstadt car. Her father, Robert Knox, roams the nearby expo building where Kronstadt is showcasing its new prototype car. The Kronstadt RK Mark III has seen fierce competition from the Chinese Kowloon Heavy Industries' new racer. Moses Lee, CEO of Kowloon, has taken a dominant lead and looks invincible.The stakes are as high as they can get. さあ、それではマイアミフィニッシュラインやっていきたいと思います。ターゲットがですね、絶賛レース中という珍しいケースでのスタートです。さて会場に入るのですが、まずボディチェック受けましょう。おーい、
まあ銃は持ってきてないので、大丈夫です、まあ、殴りかかりたい気持ちはぐっと我慢しましょう。ここでやったらすぐバレちゃいますよね。おう、では会場に入っていきましょう。非常に盛り上がっておりますね。多くの人で盛りごった返しております。ピンクのマスコットなんかも、イベントを盛り上げてますね。さてまずはターゲットを確認したいと思います。どこで何をしているのか。まあ一人は絶賛走ってる最中でございますが、ちょっと一応見やすいところに行きましょう。まずはチェックすることが大事ですね。シエラノックスは真っ赤なマシンですね。あ、いました、あれですね。はい、真っ赤なマシンで現在2位ですね。頑張っております。まあ、走ってる車をどうやって暗殺しようかなっていったところでしょうか。でもう一人ですね、父親であるロバートノックスの方は向こうの建物ですね、に、います。ちょっと見にくいかな。うん、向こうはですね、普通の人では立ち入りできないエリアになっておりますので、まあ、どうやって、侵入するか、どうやっておびき出すかといったところでしょうか。どうやって暗殺しましょうかね。まあ、昨日の夜ですね、寝る前にちっちゃい電球、夕方電球でどうやって殺そうかなっていうふうに、考えてたんですけど、やっぱヒットマンといえば暗殺だよね、暗殺といえば爆破だよねっていうことに行き着いたので、今回は2人とも爆破による事故死で死んでいただこうと思います。さあそれではまず今監視カメラにも映りましたが、カメラを壊しに行きましょう。証拠は残さない方がいいですからね。さあピンクのなんか怪しいやつがいますが、レースの後にシエラノックスとね会う約束をしてるなんて結構いいこと言ってますけども、あいつは今回スルーしたいと思います。シュルーって言っちゃった今。シュルーしたいと思います。それではまず地下のここの駐車場ですね。ここにセキュリティルームがあります。中には監視カメラとかあったりするんで、ここに入りたいんですが、カードキーですねがないと入れません。なのでヒューズをオフにして中の人に開けてもらいましょう。異変に気づいたらチェックしに来るので、そのタイミングを狙います。お邪魔しますね。で中に入ったら、お目当てである監視カメラを壊しますと。これで、もうカメラは今後無効です。ついでにお土産として、このセキュリティスタッフの、衣装なんかももらっていきましょう。これで会場内自由に入る、ね、動き回ることができますと。さあこれで、会場に行きましょう。で爆破ということなんですが、シエラはですね、やっぱりそのプロレーサーということなので華々しく散っていただきたいと。まあそうですね、やっぱ綺麗に派手に終わってもらいたいと思います。なので、ぜひ彼女に優勝してもらって、その表彰式言えてないね、ステージの上で、爆死してもらおうと思います。じゃあまずちょっとこのレンチをもらっておきましょうかね。これ使います。ステージの下見をしましょう。ちょうどここですね、優勝した表彰式が行われるのはここです。あ、お疲れ様です。ちょっと見させてくださいね。さあこちら優勝した者はここのステージに立って、このカップを手に掲げてですね、勇士の美を飾ることができたんです。うん、じゃあここを爆破しましょうか。何かないかなということで、早速ステージの下行ってみましょうか。こっち何かあったかな。お邪魔します。ついでにここでドライバーもらっておきましょうね。使えるかもしれないです。
さあステージの下です。何やらここに、ガスといいましょうか、危険そうなものがありますね。でそれがステージの上に伸びております。じゃあちょっとここで細工してやろうということにしましょう。戻線を開けまして、まあ、おそらくこれはステージの花火ですね。盛り上げるときに花火がボンボンって上がると思うんですが、それを上げるための装置だと思います。では圧力をいじれば結構大変なことになるんじゃないかなということですね。ただステージ全体が爆発してしまうと、ステージに乗ってる他のですね、全然関係ないターゲットまで、ターゲットね、人間までやってしまうので、ターゲットだけやりたい場合は、そうですね、ピンポイントで狙う必要がありますと。でよく見ると一番右側のこのラインが、あの優勝カップのところですね、ステージの一番先頭の方に向かっています。じゃあそこだけを操作しましょう。この圧力を最大に上げましょう。下げちゃう、上げ下げできるんですけども、最大に上げちゃっていいかな。はい、では、あとはそこにシエラをですね、優勝させれば、あの優勝カップのところに立つということになります。じゃあシエラに優勝してもらわなきゃいけませんね。現在2位ということでございますが、まあ、勝負の行方はですね47さんには左右できないと思うんですけどね、干渉できないと思うんですが、まあちょっとやってみましょうか。シエラを優勝支援したいと思います。ちょっとその前に、割と結構時間があるのでアイテム集めしておこうかな。これは、お腹を壊す毒です。まあ、使わなくてもいいです。ただ、好きなんで使います。でもう一つこれ、マシンにかけるとマシンがご機嫌になる薬ですね。薬というか薬品です。こいつは、また別の場所で使いたいと思います。とさて、そしたらまずはシエラを優勝させなきゃいけませんね。なので、邪魔者を排除します。殺してませんよ。殺してるように見えますけど、これは今気絶です。大丈夫です、死んでおりませんので、ターゲット以外は殺しておりませんと言えちゃうよ。これじゃ邪魔なので一旦おねんねしてもらいます。続きまして、あれですね、上にいる彼です。彼にも寝といてもらいます。で彼には服をちょっと拝借しましょう。で現在2位のシエラを支援するために、でトップを走っているモーゼス・リーを強引に失格にしてしまいます。これにより必然的にですね、シエラがそのまま優勝という形でレースが終わります。来ましたね。これで彼女は、勝手に罠にはまってくれます。はいはい、優勝おめでとう。そしたらですね、ちょ、見られることはないかもしれないけど、一応端っこに寄せておきましょうか。日焼けさせておきましょう。はい、今これでシエラが、優勝してピットに帰ってきました。これしばらく時間かかります。なので、その間に、ロバートの方をやりたいと思います。ちょっと今毒を入れました。あ、ここね、コインを使って強引にやってもいいんですけど、私はあのその毒でお腹を壊すシーンを見るの好きなので、一人にお腹を下っていただきたいと思います。さあ、じゃあここでセキュリティカードを取りましたと。これでもう出入り自由ですと。さあ、こっちですね。このエンジニアさん、今、飲み物の前に立っております。その後あの飲み物に口をつけるのですね。バカですね。匂いでわからんのかね。
こんなことしなくていいんですけどね、ちょっと時間があるので。おうおうおう、おうぼい、おうぼい、おうぼい、お腹壊しちゃいましたね。さあでは、エンジニアの服をですね、奪いたいと思いますと。他にもいるんで別にこんなことしなくていいんですけどね。さあ準備完了ですと。シエラが表彰式に上がるまで結構時間あります。その間にノックスを、まあ、自己死させたいと思いますね。で、ノックスはですね、まあ、かなり、まあ、厳しい人みたいで、他人にマシンを触られるのを非常に嫌うみたいです。なので、マシンを細工をかけましょう。で、さらにそこに先ほどのご機嫌になる薬をですね、薬品をまきますと。そうすると、なんでエンジン切れてんのっていうふうに。Let's just try to get this started again. エンジニアの方が、Well, that doesn't sound good. Better call Knox. かからないと。だから勝手にいじるとノックスが怒るので、Mr. Knox? Yeah, it's そう、連絡してくれるんですよ。Listen, the Mark III's making some...Well, just odd noises. Can you come? Great. All right. Yeah. Yeah, I'll be here. 彼は結構完璧主義なんでしょうか。他人にマシンをいじられるのは非常に嫌うみたいなので、すぐほら駆けつけてくれます。早いですね。I swear to God, if someone's been tampering with the car, heads will roll. I need you to get in the car. Don't touch anything. ということで中に入れと言われ指示をされるので中に入りましょう。彼の修理のお手伝いをしたいと思いますと。はい。じゃあもう一回エンジンかけます。つきませんね。さあ、彼の言う通り。はい、エンジンかけるというのでエンジンをかけます。はい、不幸な事故が起きてしまいましたね。私のせいではありません。彼が勝手に、ね、あの、なんですか、エンジンのところに行ってね、勝手に爆発して死んだだけなので私は関係ないですよ。ということなので早速とこの場を去りまして、で、自分の服ですねを回収して、最後はですね、その爆破される表彰式を客席から眺めて終わりにしたいと思いますと。あ、まだ寝てますね。本当おめでたいやつです。じゃあ服は返していただきましょう。え、優雅に歩いて帰る。どうかな。多分ゆっくり帰ってちょうどいいぐらいだと思うんですよね。この辺の時間配分は、綺麗に決まったら美しいですからね。必要以上に走り回ってるとなんかヒットマンらしくないっていうのもあって、あのその民衆にねこう溶け込んでしっかり仕事を終える47さん、自分で演出するのもかっこいいですね。さて、じゃあ2階席から見ましょうか。お、大歓声が上がってますね。そろそろ表彰式が始まるんじゃないかなと。あ、まさに今もうシエラを呼ぶところまで来てますね。ちょっと待ってね、ここに座ろうか。ドンピシャでよかったですね。ちょうど今からシエラが入場するとこです。おめでとう、おめでとう、よかったね。
ね、天にも昇るような気持ちでしょう。実際に天に昇っていただこうと思います。はい、お疲れ様でしたと。さあ、パニックの中に乗じて私も逃げ出しましょう。え、なかなか外に出ないね、この写真。大パニックですね。この中だったら、おーおー、押し寄せてる。ただみんな偉いことにですね、外出ないんですよね。じゃあ失礼してゆっくり、会場を後にさせていただきたいと思います。ちょっと私がですね、手を加えただけで、まあ、彼らはね、事故死してしまいました。まあ、私のせいではないですね。彼らは運がなかったんだと思います。さあ、ここからあとは脱出するだけです。ここは走っちゃうか。あばよー。いいレースでしたね。優勝おめでとうございます。そして皆さん、お疲れ様でした。さて、まあ、見新しいことはしてないと思いますが、評価はおそらくサイレントアサシン、そうですね、サイレントアサシンいただきました。誰にも発覚しておりません。不幸な事故という形でね、今回も暗殺成功でございます。はい、マイアミフィニッシュライン、お疲れ様でございました。さあ、続きまして、皆さん大好きな、狙撃ですね。スナイピングによる暗殺を試してみたいと思います。さて、今回はですね、やっぱ、片やレースをしている、片や建物の中にいるということで、そう簡単に、スナイピングできませんかな。わかんないんですけども、まあ、とりあえず、シエラの方はですね、まあ、マシンに乗っておりますので、高いところから、見渡しのいいところからですね、かつ人がいないところから狙撃しなければなりません。なので今回はここを使いたいと思いますと。ちょうどこっち側はですね、監視しているのが一人しかいませんので、ちょうどいいですね。まずこいつを眠らせますと。まあ、服を奪ってもいいんですけども、まあ一応大丈夫かな。ただ、こいつをこのままにしておくと、銃声を聞きつけた、ね、銃声を聞きつけたセキュリティにこいつ起こされちゃうのでね、なんか鬱陶しいので、これはもう隠しておきましょう。ね、ここでおねんねしててね。死体って出ましたけど、死んでないですかね、あれ。まだ生きてますからね。そしたら先ほどのこのケースですね、こいつをブリーフケースを回収します。これなんだよと思うかもしれないんですが、このブリーフケースね、ここにですね、狙撃銃が入っておりますと。組み立てるの早いですね。さあ、そしたらここから狙いをつけましょうか。さて、シエラはどこかな。走ってますね。ちょっとね、これね、早いんで狙いをつけるのは難しいのですが、この辺りかな。この狭まってるところを狙いましょうか。さあ、赤いマシンですね。見事成功しました。では、アイテムを隠してこの場から去りましょう。すぐに、警備員が見に来ます。狙撃銃をそのまま持ってると怪しまれてしまうので、またケースにしまいまして、一旦ここは警備員をやり過ごしましょう。違う道から行ってもいいんですけどね。今のうちに抜けちゃいましょうか。さあ、続いてロバート・ノックスの方行きましょうか。
彼は建物の中にいるので、外で狙撃するのはちょっとめんどくさいんですけども、いるか。外したね。一発目外したね。高速で移動するマシンに一発で仕留めておいてね。動かない監視カメラ外すとは。ノックスは、まれにこのベランダから顔を覗かせることはあるんですけれども、まあ、何かしないと基本的には出てこないんですね。じゃあ何かしようかなということで、そうですね、ミッションストーリーを使おうかな。というのは、ロバート・ノックスはここのね、なんかココナッツボールが大好物みたいで、ここの店を開けてると、あのベランダからこちらを覗いて、食べるために降りてきますと。じゃ、そこを狙うのはいいのかなって言ったところでしょうね。まあ、あるいはそれに毒を持って、海岸で嘔吐しているところを狙うのがいいかもしれないと。そっちの方が面白そうですね。では、海岸で嘔吐している、ノックスを狙撃したいと思いますと。で、あのお店なんですけども、その、フロリダマンという、あそこにいる男ですね。あいつが店主なんですが、やる気がなくてですね、開けません。なので、代わりに私があの店を開けようと思います。ずっと釣りしてるんですね、こいつね。なので、こいつは寝かして、すごいね、臭いみたいです。すごい虫が湧いてるんですよ、こいつの、ね、周りに。嫌ですね。でも仕方ない。では、鍵を回収と、ブリーフケースですね。一応、銃は回収しましょう。で、この中ですね。この中に、脱出用の、ボートの鍵がですね、あります。これ回収しておきましょう。ついでに、ここに、セキュリティに回収されないためのね、銃はここに置いておきましょうか。で、さらにここに毒があります。でも毒は私さっき取ったんだよね。取ったので、こいつを使おうかな。道端に置いておくとね、スナイパーライフル下手すると回収されてしまいますんでね。安全なところに置いておきましょう。さあ、それでは、フロリダマンになって、ココナッツボールを売ろうかなと思いますと。お店開けますよ。ちょっとタイミングかかりそうですね。ノックスが、気づいたら、またね、始めたいと思いますと。さあ、ノックスが来ましたね。では、毒を入れておきましょう、ね。手前にいる人は全然気にしませんでしたけども、ココナッツボールに毒を盛りました。そうすると、Who wants a taste? You? Go ahead. So, what's good? Everything's to die for, Mr. Knox. Excellent. Maybe one of these. こういうふうにおもむろに、口をつけてくれますと。That was superb, my good man. ただ、食べた後にお腹の調子が悪くなる。Excuse me? Oh, okay. You need to see a doctor.Now. この後彼は、海岸で嘔吐をし始めますと。そこを狙いたいと思いますと。ちょうど今セキュリティスタッフがそこ行っちゃいましたけども、タイミングを見計らって狙撃しましょうか。さあ、ケースを回収と。はい、向こうで、ちょっと待ってね。着替えましょうか。せっかくだしね。で、銃を持ってるところを見られると、もちろんそれでアウトなんですが、ここなら大丈夫でしょう。では、彼を狙撃したいと思いますと。頭が上がったところがいいか？うん。OK ですね。狙撃完了でございます。
では、銃を隠してセキュリティスタッフが来る前にこの場を去りましょう。で、先ほど手に入れたモーターボートの鍵ですね。これがあれば素早く脱出ができますと。モーターボートっていうかね、船の鍵ですね。はい、ではターゲットのスナイピング成功でございます。お疲れ様でした。